こんにちは、デリッシュキッチンです。チキン梅おかかあえを作ります。鶏もも1枚は一口大に切ります。梅干し1個は種を取り、包丁で粗く叩きましょう。ボウルにめんつゆ3倍濃縮大さじ2、かつお節1袋、梅干しを加えて混ぜ合わせます。フライパンにサラダ油大さじ2分の1を入れて熱し、鶏肉を皮目から入れ、こんがりと焼き色がつくまで中火で焼き、上下を返して火が通るまで焼きます。取り出して混ぜたボウルに入れ、あえたら完成です。お弁当のおかずにぴったりの一品、ぜひお試しください。